二之湯健司君、えー。自由民主党のお自民党国民の声の二之湯健でございます、えー。本日の質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げ、えー、質問をさせていただきます。えー、総理はじめ閣僚の皆様よろしくお願い申し上げます。えー、まずですね、あの最近未来ある子どもたちが巻き込まれる事件や事故が相次いでいます。えー、先日もですね。 私の家からわずか1キロのところにあります滋賀県大津市の交差点で信号待ちをしていた保育園児に車が突っ込んでそして幼い2人の命が失われるという非常に悲しい事故がございました心からご冥福をお祈り申し上げます私翌朝にですね現場にお菓子をお供えに行ってまいりましたもうその時点でものすごい数の方とそしてもう祭壇いっぱいのお供え物で ございましたやはり幼い子供が犠牲になってしまうとこういう事故は本当に多くの方々がいたたまれない気持ちになるんだなということを改めて痛感をいたしました私も3人の子供の父親としてですね、本当に胸が引き裂かれる思いがいたしますそれを受けまして先日事故の現場であります大津市の大津市長がですね、自民党本部にも来られまして子供の安全対策について強い要望をされました また、ちょうどその数週間後にです、ね、滋賀県で開催をされたんですが、全国17の県知事で作る日本創生のための将来世代応援知事同盟というのがございますが、あそこでもです、ね、子どもを守るための抜本的な対策を国に求める緊急声明が発表されています。こうした要望や声明を踏まえてです、ね、政府の方におきまして、この子どもの安全対策についての現時点での検討状況、 宮越大臣教えていただけますでしょうか宮越内閣府特命担当大臣5月8日に発生を出しました大津市での未就学児の自死亡事故をはじめ子どもが犠牲となる痛ましい事故が後を絶ちませんこのような状況を踏まえ先月21日に昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議が開催され総理から 未就学児を中心に、子どもが日常的に集団で移動する経路の安全確保について、等、えー、について、対策を早急に講じるよう指示がありました総理、総理からの指示を踏まえ、同日、関係省庁の局長級のワーキングチームを設置し、早速会合を持ち、えー、関係省庁と連携協力して、具体的な施策の取りまとめを今、進めておりますで。日常的に集団で移動する未就学児の 子どもたちに対し多様な取り組みにより安全を確保していくことは極めて重要でありますで今回の事故を受け大津市滋賀県をはじめ多くの地方公共団体において地域の関係者によって子どもたちを交通事故から守るための取り組みが行われていると承知をいたしております、えー、私にもですね、5月16日には大津市長、5月22日には 滋賀県知事からそれぞれ緊急,緊急提言、要請をお受けしたところでありまして、で政府としては、こうしたご要請なども踏まえながら、関係省庁が連携していく対策の取りまとめを加速させておりまして、で交通事故から子どもたちの命をしっかり守っていくため、早急に実行ある対策を講じてまいり所存であります。 井上武君、はい、宮越大臣ありがとうございますあの早速、関係閣僚会議、またワーキングチーム等々で,です、ね、対策を議論していただいていると、もう速やかにスピード感を持ってです、ね、財政措置も含めて、ぜひとも力強いご支援をお願いいたします。え昨日もその現場を通ってまいりましたけれども、もうすでに滋賀県の方でです、ね、工事をしていただいております、ガードレールの設置の。ただ、まあ、その現場、非常に象徴的な現場でありますから、そこの工事はもちろん必要なことでありますけれども。 まあこの事故というのはどこでいつ起こるかわからないわけでありまして、そうした危険箇所というのは、今もやはり潜在的にたくさんあると思うんですね。これについてぜひとも、地方自治体とも連携をしてです、ね、えー、その取り組みを進めていただけます、心からお願いを申し上げます。それでは、あ次の質問に移りたいと思います。えー、まあ新しい令和の時代が明けて、一月余りが経ちました。まあ、この時代はですね、私はもう大転換の時代だと確信をしております。例えば、明治維新で近代国会になったわが国がですね、 平成まで、まあ、一貫して増え続けた人口が減少していく時代に入っております。また AI といった技術革新、またその地球規模のこう気候変動、まあ、こうしたものが我々の人間の在り方そのものをですね変えてしまうようなそんな時代に入っているというふうに思います。まあ、要するにこれまでの成長一辺倒の社会からですね、まあ、成長とまた心の豊かさといったものが調和をしていく成熟社会に私は 入っていくべきでありまたそのために大きく発想を転換しなければならない、まさに令和、ビューティフルハーモニーでありまして、まあ、そうした非常に象徴的なこの言語の名前も含めてです、ね、総理はです、ね、この令和という時代、まずどのように大きく、すみません、通告はしていないんですけれども、この大きな捉え方、どのようにお感じていらっしゃるのか、お聞かせいただけますか安倍内閣総理大臣、はいあのまあ。当然の質問ではございますが、あのまあ、令和の時代というのは、人それぞれの良さを、 花開かせることのできる、そういう時代にしていきたいという思いを込めているところでございますが、まあ、そこで今、委員がご指摘になれたように、えー、生産年齢人口、すでにこの6年間で500万人減少しています、まあ、しかしそれでもなお、私たちは成長できるという思いの中で、経済政策を進めてきましたが、あー10%以上、名目 GDP は成長をしました、でこれからなぜ可能になったかということはですね、えー、新たに、 大変多,多くの女性の方々が働き始めていただいた、そして高齢者の方々も、ですね仕事を続けて、続けようという選択肢を取れる状況が作り出すことができたことによって、ですね経済は成長することができたのではないかと、こう思っているわけであります。希望すれば、それぞれの皆さんがでさまざまな目標に向かって進んでいくことができる社会を作ることによって、まさにわれわれは経済を成長させることができたと同時に、 人口は減少していきますが、今委員がご指摘になったように、第4次産業革命が起こる AI、IoT、ロボットで、こうしたものはむしろ雇用にはマイナスではないかという指摘があるわけでありますが、日本の場合は生産年齢人口が減少していきますから、その中で思い切って、 導入も可能となっていくわけでありますまさに、ソサエティ5.0を実現していくことによって、経済を成長させ、そしてそれぞれがそれぞれの目標に向かって、その女性、高齢者ああ、もちろんだけではなくて、障害がある方や、あまたあるいは難病を抱える方々も、それぞれ自分の人生で目標に向かってですね進んでいく、そういう社会を実現することによって、日本は豊かに成長していき、そして世界の えー、まさにモデルともいえる誇るべき日本をつくり上げていくことができるのではないか、まあ、令和の時代をそういう時代にしていきたいと、このように考えております井上剛君、はい。ありがとうございます。その素晴らしい時代をつくっていく一翼を担っていきたいなというふうに思っております。えー、そんな中です、ね、確実に分かっていることは、今、総理おっしゃったように、まあ、急激な高齢化社会においてもです、ね、やはりさまざまなシステムを持続可能なものにしていくためには、やはり持続的に安定的な経済成長を続けていかなければいけないということだと思います。 今、生産年齢人口が減っても成長ができたという話がございました。まさにこの6年半で、アベノミクスによって大きな成果は上がっております。私が言うまでもなく、まあ、過去最大の GDP560 兆円、そして企業の純利益も60兆円を超えています。これはもうバブル期を大きく上回る、2倍以上上回るような水準。また、今年度の税収見込みもですね、バブル期を大きく上回る62.5兆円と、そしてまあ、労働市場においては、ほぼ完全雇用が達せられたという話もありますし、 えー、例えば、政権前には830万人にすぎなかった外国人観光客、これが3100万人を超えた、またインフラ輸出、農産物輸出、まあ、こうしたこれまでにあまり、えー、手をつけてられなかった政策分野も非常に結果を出している、これは素晴らしいことだというふうに思います。今、アベノミクス、また安倍政権が一番超えなければならない課題、これ、私、率直に申し上げて、やはり多くの国民の皆さんの実感だというふうに思っております。今石崎委員の方からもお話ががございましたが 例えば、この5月の JNN の世論調査でもですね、安倍内閣の支持率は57%と非常に高いんですが、一方で、この景気回復や所得向上の実感がないとおっしゃる方が、実に87%もまあおられると。我々も毎週末、まあ、地元に帰りまして、各界各層、いろんな皆さんと意見交換をし、交流をしております。まあ、そんな中でもですね、やはりそうした実感はないんだけれども、自民党に頑張ってもらうなはダメじゃないかと。まあ、こういうお話をずっといただいているわけです。例えば、農業者の皆さん、 まあ小規模事業者の皆さん、えー、保育園や介護施設の皆さん、まあ、年金生活者の皆さん、本当にそうした方々からそうした期待をいただく、その期待に応えなきゃいけないというふうに私も思っておりますが、総理にあのお伺いしたのは、この多くの方が実感が持てないということについての課題意識について、どのようにお考えでしょうか安倍内閣総理大臣。あの先ほど、磯崎議員の質問にお答えをさせていただいたときにです、ね、われわれの使命としては、 働きたい人が働ける状況をつくっていくという意味においては、え今年の春、高校、大学を卒業した皆さんの就職率は過去最高水準を維持することができました、そして完全雇用が実を達成されているわけでございますから、それを達成できて、そしてまた、賃上げにおいてもです、ね、今世紀に入っても最も高い水準の賃上げも続いているわけでございますし、でまあ、地方においてです、ね、やはりまだ実感をがないという方、 もたくさんいらっしゃる今あの、えー、委員がおっしゃったようにすべ、ま、ての大体のいろいろな調査でそうなっているのは事実でございますでただ、まあ、一方です、ねあのま、地方において、えー、例えば過去の、えー、景気回復期、えーあのま、小泉政権のときスタートした第一安倍政権 福田政権まで続いた先般の大体6年間の戦後最長の回復期においては、日本人口の地域別状況判断においてはです、ね、この回復期を通じてずっと北海道と四国は、地区はマイナスで実はプラスマイナス、マイナスの方が多いというマイナスで推移をしていたんですが、今回はですべ、ね、ての地域において、 まあプラスで推移してます前回はすべての地域、あのプラスですあの、まあ、5年間、この6年中5年間、後半の5年間だけプラスで推移したのは、前回は、えー、これは東海地区とです、ね、関東地区だけだったんです今回は旧地区全部でプラスで推移しているということは、先ほど委員が挙げられたように、えー、観光と農業がです、ね、大きく寄与している地域に寄与していることによってうなっていると。またほとんどの県でですね 法人関係税収は4割、5割、この6年間の税収は増えているんですが、まあ、そういう状況になって、ただ実感としてはそういう実感であるというのは、事実あの、えー、であろうと、感じていらっしゃることが多いという方がいらっしゃることは承知をしておりますが、国民、まあ、一人一人の方々に、景気回復の波が広っていくように、すね我々もしっかりと、そういうことを感じておられない方々に光を当てていくこともです、ね、私たちの使命であろうと、こう思っております。 あの最大の課題である少子高齢化を克服し、全世代型社会保障制度への転換を成し遂げるとともに、また、東京一極集中を是正し、地方への新たな人の流れを作り出すとともに、また就職氷河期世代の方々への支援などにも取り組み、誰もがいくつになっても活躍,できる活躍することができる一億総活躍社会の実現を図っていきたいと、こう考えております。井上武君はい えー、そこで私、はいくつかちょっと提言といいますか、をさせていただきたいというふうに思っております。まあ、あの再分配という機能がございます。これはあの政府の再分配、これは社会保障でありますとか、また、えー、税をいろんな形で事業で、えー、所得移転をしていく、これによって、まあ、国民の不平等感をなくしていく、まあ、こういう機能は実は私は当然、民間企業にもあるんだというふうに思っております。 まあ政府においてはですね、この10月の消費税率10%の引き上げ財源を幼児教育、また高等教育の支援へと向ける、つまり高齢者中心の社会保障を全世代型の社会保障に改革をしていく、また経済上によらずに高等教育が受けれる、まあ、そうした低所得者への支援を重視させていく、まさにこれは再分配機能だと思います。で一方でですね、民間における再分配というのが、私はもう少し改善の余地があるんじゃないかなと、まあ、常々思っております。まあ、昨年、日本企業は先ほど申し上げました、純利益ベース60兆円。 営業利益ベースで83兆円、そして内部留保で446兆円と、まあ、いずれも過去最高を記録しているわけです。まあ、企業の再分配といえば、まずは従業員への給料のアップ、そして取引先下請けへの単価の向上、また株主の配当、地域へのさまざまな活動の寄付、まあ、こうしたものがあるというふうに思いますが、この企業の配分政策にです、ね、やや偏りがあるんじゃないかなと。 つまり2017年の労働分配率はですねこれ、これだけ企業が最高益を上げているにもかかわらず、43年ぶりの低水準でありました。まあ、そもそも労働分配率は、景気がいいときには低く、悪いときには高く出る傾向がありますけれども、やはり手持ち資金の豊富さから考えれば、これはやはり賃上げに回す余力は十分にあるというふうに、さまざまな評論家もおっしゃってますし、総理も。 政府として、労働家に再三、経済家にも再三ですね、賃上げ要請をされておられます。やはり賃上げをするってことは、企業にとっては、社員は消費者ですから、消費者が潤えば、自分たちが商売をしているマーケットも良くなりますし、当然人的な投資をしなければですね、企業がイノベーションや生産性を上げる源というのは人材ですから、そうしたことにやっぱもっと、 こお金を回していくという、やはり私は企業経営の形にしていかなきゃいけないと思います。ちょっと静かにしてくださいね。で、株主配当が実はもうものすごく増えてるんです。この5年間で実に倍、18年度には15兆円が使われています。これ、株主配当と自社株買いの合計であります。そしてですね、私は思いますがこの時代全体の空気もです、ね、そうしたものをこうま後押しをするわけです。例えば 現役でも、つまり企業は利益を減ってても、増配をするということについて、この経済史では、そういう企業で増えてきていることは評価できるとかですね、企業が稼いだ利益を株主に還元するのは、社会的な要請との考え方が浸透してきたとかですね、内部留保を積みますよりも配当や自社株買いで還元した方が株主に評価されるとの考えが広まりつつあるとかですね、まだ日本の企業の配当成功は30%前半だ、アメリカは50%に。 比べるると見劣りがする、まあ、こうしたやはりこう全体的な、社会全体的なです、ね、そうした雰囲気が当然、企業の株主配当、株主還元を後押しする要素にはなっている一方で、このなかなか労働分配率が上がっていかない、まあ、こうした民間企業のです、ね、この配当政策について、分配政策について、何かお考えがあれば、ぜひお聞かせいただきたいなと思います安倍内閣総理大臣。あの まあ確かにこの労働分配率が低いではないか、43年ぶりではないかということでございますが、しかしまあ委員がご指摘になったように、じゃあ、43年前はですね経済悪かったなこと言えば、そうではなくて、高度経済成長の終わりの方でございました、まさに非常にいい時でありますから、結局、この伸びに、企業業績の伸びにですねあの賃金がついていかなかったということであろうと思います。今回も景気回復期が続いている中で、企業の収益に対して、 えー、この賃金が十分についていっていないわけでございますが、えー、経済の好循環を回していくという意味においては、まさに委員がおっしゃるとおりでありまして、えー、このまず、 企業の利益を確保する、まあ、ここまできたわけですよね、そしてあの企業がしっかりとこの給料を上げ、さらには人件費も上げていく、税収も増えていきますから、増えた税収で社会保障制度を拡充していく、安心感を持ち、そして一歩前にまた踏み出していくことができればです、ね、経済は成長し、設備投資によって生産性も上がっていくという中で、さらに税収も上がっていく。 これは、ま、全くこの経済の好循環が回っていく、で消費もよくなっていくということでございますが、あのこの持続的な成長企業を、まあ、作り上げることが安倍内閣の経済政策でありまして、まあ、これまでの取り組みの結果、この好循環はこれは確かに、これ、今まで申し上げましたように、賃金は確実に上がっておりますから、回り始めてはいるんですが、委員がおっしゃったように、まだまだ不十分ではないかというご指摘もあるのは承知をしております。で委員ご指摘の、まあ、いわば、まあ、公益資本主義にもまあ通じるところでありますが、 持続可能な開発目標、SDGs や ESG 投資への世界的な関心の高まりに象徴されるように、地域社会や環境といった公益にしっかりと投資することが、中長期的には利益を生み出し、企業の持続的な成長につながっていくわけでありまして、安倍内閣としては現在、そのような中長期的な企業価値の向上を目指す観点から、コーポレートガバナンス改革に取り組んでいます。株主のみならず顧客従業員 地域社会等のさまざまなステークホルダーの立場を踏まえた経営が行われることを重視した改革を今後とも進めていきたいと考えています二宮<上>武剛君、はいえー。ありがとうございます。そこで、ですね、まあ、ちょっとこのパネルをご覧いただきたいんですけれども、今、の総理がおっしゃった、えー、コーポレートガバナンスコード、そしてスャルシップコード、これ、資料2ですけどね。えー まあこうしたものを通じて、実はこの2つのコードには、企業の持続的な成長を促す観点からというとか、企業の持続的成長、中長期的な価値向上に資するためとか、会社が株主、顧客、従業員、地域社会の立場を踏まえ、透明、公正、迅速かつ過断な意思決定を行うための基本原則とかですね、こうした言葉は確かに入っているんです。し、まあ、しかかここののの運用がが私はややああ問題なのかなとつまりこの解釈が どちらかというと、株主をしっかりとサポートする、株主への配分を強めるような形に、実際は運用されてるんじゃないんだろうかと、特にこの5年間の過去を見ますと、まあ、そうした傾向があることはまあ否めないと思っておりますで実はその政策という意義より、もう一つ上の概念で、この今、世界をこうある種、世界の指導者の考え方を規定している。 考え方、まあ、つまりこの新自由主義的な考え方というものが、もう各国の指導者層にしっかりとこう浸透してです、ね、経済政策といえば、もうそういう政策に私はなってしまっているんじゃないかというふうに思うんです。で、例えば今、世界的に、まあ昨日も G20、麻生大臣、河野大臣、世耕大臣、それぞれの会合にかあの参加をされておられましたが、今もこう、世界的に例えば中南米でありますとか、もしくはヨーロッパでありますとか、そうしたところで、 まあ、ポピュリズムといいますか、そうした傾向を持つ政党が非常に勢力を伸ばしている、そしてそれは、まあ、指揮者によりますと、やはりかつて中間層であった方々が、今のその新自由主義的な、まあ、政策、20年、30年の経過によって、その中間層であるという自覚がどんどんなくなってです、ね、今の政府や、また今の大企業というものに対する、まあ、いわゆる既存エリートに対するです、ねまあ、不信感というものが高まる。でその不信感ををううままくくついた、まあ、大衆をうまく なんて言いますかね、えー、先導できる政治家がそうした支持を獲得しているという、まあ、大きな世界的な構造があるのではないかと、まあ、こういうことを私は非常に危惧をしておりまして、今の,、まあ、その米中の摩擦にしてもです、ね、これ、大きな話をしているように聞,きあの聞こえるかもしれませんが、アメリカと中国が防衛権摩擦になれば、これ、日本の実体経済にもものすごく大きな影響があるわけであります。 でですのでこういうい世界的な流れというのは、われわれ一人一人の生活者の生活や視点にものすごく私は関わっている、非常に重要な問題だというふうに思っておりますし、本来であれば、そうしたポピュリズム的な政策、例えば中南米の国なんかで言えばもう一人十万円をばーんと配るとか、すべての医療費をただにするとか、こうしたことは非常に耳みざいわけですけれども、良識ある国民が多ければ、当然その財,政財源はどうなっているのかとか、 それが本当に何年も続くのかという、良識ある判断によってですね、まあ、そうした政治家はなかなか選ばれないというまあことがあるわけですけれども、今、必ずしもそうじゃなくなっている、まあ、こういう世界的なまあポピュリズムといいますか、そうした政権が、今申し上げたように、国内の保護主義に向かい、まあ、ある種、経済圏がこうブロック化していくような、まあ、そういう大きな傾向に私はあるのではないかという危惧も持っております。ちょううどこののというまあ世界の 大国が集まる、まあ、世界の共通の課題をまあ議論する、非常にいい機会がある中で、え総理は申し上げ、私が問題意識として申し上げたような、そういう世界的なです、ねまあ、保護主義といいますか、もしくは国内におけるまあ格差の拡大といいますか、それがもとを例えばですね、新自由主義という考え方、それに、まあ要は弱肉強食、まあ、強い者勝ちの論理が非常にこう強くなってしまっている、まあ、そういう側面があるのではないかという、私は問題意識をまあ持っておりまして、そういう、 考え方が、例えば企業の利益の分配政策でありますとかですね、そういったところにやはり目に見えない影響を与えていて、そしてせっかくこのアベノミクスで,です、ね、政府の政策によって、非常に大きなこの結果を出しているにもかかわらずです、ね、そうした多くの国民にそれが近点をされていかない、まあ、こういう構造的な問題について、まあ、どのような問題意識をお持ちかということをお聞きしたいと思います。安倍内閣総理大臣まあこのまあ10年間でですね このの経済のグローバル化は特に中速に速進んだと思っています、まあ、日本においても、例えば TPP11 や日 EU の EPA を締結をし、今、実施されています。あのちょうど伊勢志摩サミット、G7 のときに日本次長、私、次長を務めたんですが、そのときも各国の質問に私から申し上げたんですが、この急速なグローバル化に対して、各国、非常に激しい 反対運動が起こっていいるという話をしましまたでなぜかといえばです、ね、それはやっぱりこのグローバル化によってです、ね、一部の企業や一部、特定の人物に富が集中するのではないか、このグローバル化は私たちが置いていかれて、全く私たち、自分たちにはです、ねえー、未来がない、明るい未来につながらないのではないか。 と思っている人たちがこれ、増えてきているのではないかと、そういう人たちにしっかりと光を当てていく、その上においては、各国それぞれが再分配の努力をしていくということとです、ね、そういう方々が自分たちにもチャンスがあるんだということを理解されなければ、この施策はあいわばグローバル化を進めていく中において、各国がです、ね、富を得ていくということにはつながっていかないのではないかという話をさせていただいたところでございます。日本においてはです、ね、各国ほどです、ね、そうした分断 あるいは富の一極集中によるです、ね、いわばそのポピュリズムの,この発生や保護主義の台頭ということは起こっていないわけでございまして、その点、はが国は、まあ、懸命に生きる人同士がまが、あ、苦楽を共にする仲間,た仲間だからこそ、何かあれば達し合う、一点を見いだす、これはそのような共助の精神、まさに水ずの国の至上主義を、これは進めてきたことが大切な点であったのかなと。 こうした日本が大切にしてきた価値がです、ね、今、必要とされており、重要な役割を果たすことができるのではないかまさにビューティフルハーモニーではないかとこう考えているわけでありますが、我が国が初めて議長国でのとして臨む、えー、今月末の G20 大阪サミットでは、さまざ、あ、まな、えー、論点について、各国の対立を強調するのではなくて、えー、各国が団結できる、まあ、共通点を見出していきたいと、こう考えております。 資料1にですね、まさにこのビューティフルハーモニーの企業評価の在り方というものを提案をさせていただいております。まあ、これまでは、まあ、ともすればですね、この確保してある利益というところが、まあ、企業の評価のまあ中核、まさに今はそうだと思います。しかししか今総理おっしゃっゃたようにやはり 一部の人に富が集中をしてはならない、また民間企業という、その企業というフィルターを通してです、ね、さまざまな形でその利益を配分をしていくことによって、社会が持続可能なものになる、また一人一人が豊かで幸せになっていく、まあ、こういう企業評価のあり方を通じて、例えばそうした G20 のような場を通じてです、ね、ぜひとも私は、 もう G20 の最ベテランの、えー、総理でありますから、あの各国の首脳の信頼も大きいと思いますし、発言力も大きいと思います。今、世界が共通に抱えている問題について、ぜひともまあリーダーシップを取っていただきたいと思いますし、まあ、今回、すみません、あの麻生大臣にデジタル課税のお話をしようと思っておったんですが、まあ、時間が少し足りません、あのアマゾンやグーグルといったまあ大きな巨大企業がです、ね、その事業にふさわしいだけの税額を払っていない。まあ、今ある EU 委員会の調査では 全産業が23%に比べてです、ね、今申し上げたような巨大 IT 企業が9.5%しか払ってないんじゃないかと、まあ、こういう世界全体が共通の課題とするようなものについても、我が国がリーダーシップを取って、そうした在り方を世界各国に示していく、もし麻生大臣よければ、一言だけお願いできますでしょ、うかすいません。麻生大臣いいただいたただ質問とと違ってまとめてままめ全部一発で来ましたんでしの確かに あるべき支払うべき税金を払っていない企業があるな普通なら脱税列なんですがそれは合法的にそういったことがやれるという今の国際社会の中の在り方加えてこれにデジタライゼーションという名前のいわゆる金融技術の進歩によって容易に しかも極めて巧妙にこれがやれる状況というのを放置しているというのは少なくとも先進国のいわゆる財務大臣、大蔵大臣の責任ではないか6年前の G7 の財務大臣、中央銀行総裁で私の方から提案してそれから かれこれ6年丸くかかったんだと思いますが、3年目で賛成する国を60か国集め、今回130いくつまで来たんだと思いますが、それによって、払う税金によって潤う国、潤わない国、差額は全敗出ます、どうやってまとめるかは最大の問題です。すすみままません終わりますありあがとうございました この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、二宮武志君及び磯崎洋介君が委員を辞任され、その補欠として松下新平君及び福岡高丸君が選任されました。蓮舫君。